皆さんご機嫌いかがでしょうか。フレンドリーマッチ浦和レッズ対柏レイソル、解説には元日本代表の北澤剛さんをお招きしています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日の対戦ですが実力では均衡していると言われているようなんですが、その辺いかがでしょうか。そうですね、まあ単純には予想できないところもありますけども、今日はちょっと分かりませんよね。さあキックオフまであと少しです。さあ試合開始の笛が鳴りました。長谷部、さあここに出てきたぞ。さあ中から行きます。ゴール昭和、後ろにはたいた、下げてここは薩川、おっと上がってきますよ。さあこっからだ、なんとどうだ、これはどうだ、コーナーキックになります。ゴール前に選手が寄ります。ボールは曲がっていく、いい守りを見せました。サントス、長谷部縦に出した、そしてここはサントス、ポンテ、長谷部、さあここに出てきたぞ。ここからミョウト、ここはよく守りました。細かいボールの奪い合い、おっと危ないところでファールになった。レイソルピンチを迎えます。いやね、本当いいところでもらいましたよね。はい、絶好のフリーキックです。へえ、リコンド、いやいい反応しましたね。今のは見せ場となる場面、ボールが入った、いいディフェンスを見せます。さあ北澤さん、少し前半も時間が過ぎたところですがいかがでしょう。浦和としてはこの辺で流れを取り戻したいでしょうね。頭でつなぐ山田、サイドスローインです。ポンテ、端からチャンスを作る。ボールを持っているのは八重山、明治、あと しっかりその流れが見えてますよね。左から行きます。左からチャンスを作った、左足で
もう一度頭で。またチャンスだ。打ってきた。ベーベー思い切って打ってきました。しかしすっごいシュートでしたね。惜しかったですね。前、速攻になる。ボールを奪いました。チェックされていました。繋がらない。横へ持っていく。大事なところ。さあ来たぞ。あ、うまいですね。ヘッド。大谷。クレーベル。さあ上げるか。後ろへ預けた。後ろにパス。前半30分を回ろうというところ。ポンテ、長野、レッズ。試合は前半の半分を過ぎているんですが、今のところ0対0。今日はサイド攻撃を中心に組み立てていると考えていいんでしょうか。そうですね、やはり基本ですからね。広く展開して様子を見るというか、やはり有効なんですよね、はい。おっと倒された。 PK です。ここで PK。 抗議の姿を見せていますが判定は変わりません。さあ今のファールリプレイです。ファールギリギリのプレーに見えますけどもね。そしてこの PK 確実に決めました。確実。さあレイソル先制点を許しました。そうですね、はい、まだ選手に返そうという気持ちはね十分にありますよ。いずれにせよここからですよ。もう一度大谷、クレーベル、後ろからのマーク。これはファールの判定。レイソルボールになります。繋いで明治、スルーパスを出してくる。ポンタ、大谷、奥へ蹴った。シュートに行く。パンチング。あー、キーパー少し出てきてましたね。そろそろ前半も40分を回るところ。鈴木、ここで笛です。さあカードは出るんでしょうか。ノーカードで試合続行です。このボールを蹴るのは山田。ここでホイッスルがありました。さあこの位置からのフリーキックとなっています。さあここからの攻撃。玉田、読まれました。これは危険なプレーです。サントス、競り合った。ポンテ、ここでカット。ここはなんとかクリアです。ポンテ、いい形で前へ突破を図りました。もう一度田中、いいところで受けた。ゴール前にいるのは長い。一瞬のクリア。おっと狙ってきた。しかしいい攻撃見せましたよね。追加点のチャンスだ。さあラストチャンスを作れるか。ここで前半終了のホイッスルです。さあ北澤さん、先に1点先行されましたレイソル、強豪相手にした前半の戦いぶりどのように見ますか。そうですね、チーム。さあ後半の笛が鳴りました。レッズ、エンドが変わって右から攻めます。その反対側がレイソル。少し出してレッズ、スペースを潰します。ボールを奪いました。ここは通りません。あっと、ここでファール。ここからのフリーキック直接狙った。ここは精一杯クリアします。なんとかクリア。奪います。矢野、横へ運んでいきます。さあ一人で上がっていきます。もっとヘッドで競り合う。平山、頭でつないで
ボールを入れるのは長谷部。ここはポンテ。大事なところ。おっと、奪われた。田中、いい位置にいました。抜かせません。もう一度明治、後方へパス。レイソン、さあここまで押し上げてきました。しかし北澤さん、試合は後半に入っているわけですが、レッズここまでなんですがどうでしょう。そうですね、まあリードはしていますけども、後半の様子を見る限りでは悪くありませんよ。ボールを奪いました。ここに田中、キープします。薩川、小さく回します。右に出して、右に振って、前へゆっくり送ろうという場面です。おっと、こういうところで早く止めた方がいいですよね。おっと、ポンテ奪いました。さあここで動いた。ちょっと攻めあぐんでいます。そしてここは山田。おっと、奪った。ここから打ってきた。うーん、ポストの右です。今のなんかね、もう少しね丁寧に打ってほしかったですね。レイソン、あと少しのところで得点なりませんでした。ですけど今のきっかけにね、もっとペース上げてほしいですよね。少し出して、そして小林、少しずつ上がってきました。さあ追い上げたい。再度組み立て直します。ここからの組み立てが大事です。仕掛けてきた。鎌田、抜けてきます。入るか、しのいだ。ここから内田と、うん、ポストを左をかすめていきました。ここまで持ってきたんですが残念でしたね。いいシュートでしたよ。おっと、交代ですね。さあレイソル、守りの入れ替えを行います。そうですね、しっかり守りたいという交代なんでしょうね。左へ出した。南、チェックが効いていました。ポンテ、さあこっからだ。これは抜けません。ここは一難逃れます。あと少しで後半30分。左へ出した。前、浜田、左にはたいた。ここは明治、下げて、ここは薩川。明治、これはファールを取られました。この位置から蹴るのは明治。大谷、左に展開します。さあチャンスを迎えている。山田、この試合1得点。レイソン、今一つ思うように攻めきれていません。ここに小林、おっと前に3人上がっています。大事なところ。おっと奪った。これから前を向こうというところだったんですが突破できませんでした。右にはたいた。ポンテ、よく走ります。明治、左にさばいた。縦へ、クレーベル、いいですね。コース先読みしましたよ。良い守りです。一旦返します。さあ競っていく。中央へボールが出てきた。今後半の40分が経ったところ。ここは小林、安永、フェイントを入れる。タッチを割りました。スローインはレイソン。大谷、スルーパスを出してくる。おっと、キープ力高いですね。鎌田、中央にいる。レッズ、ここからの攻撃になります。さあ上げるか、前が空いた。最後の位置を見せる。3人も入ってきたんですけどね。そして今試合終了、1対0。
レッズ1点差で勝利、逃げ切りました。結局前半のゴールが決勝点。